まずは何からやっていきましょう。はい、まずはですね、オクラを、板ずりしたものですね、塩をつけてまな板でゴロゴロゴロとして板ずりしたものを食べやすい大きさに切りました。今日は2等分にしています。産毛を取ってあげればいいですかね。そうですね、板ずりして産毛を取って、このように食べやすい大きさに切ってください。分かりました。今日使う夏野菜がオクラと、はい、そしてこのナスですね。私も結構ナス使って料理するの大好きなんですけど、結構油で炒めたりしたら油吸っちゃってちょっとギトギトになっちゃいますよね。そうなんですよ、はい、なので今日は油を吸いにくくするポイント3つをお伝えしていきます。コツがあるんですね。今日はですね、このように味が染みやすいように、格子状に隠し包丁を入れています。はい、はい、で油を吸いにくくするポイントの一つ目です。早速、塩水にさらします。塩水はだいたい 1% 程度なんですけど、この塩水にさらすことによって、表面の水分が浸透圧で外に出るんですね。そうすると油が入る隙間が少なくなるということで、油を吸いにくくするポイント一つ目です。そうですね、沼田先生ご存知でしたか。私ただ単に水にさらすのは変色防止だと思ってました。もちろんアク抜きとか変色防止もあるんですけど、塩を入れるだけで随分変わります。そうなんですね、そして水気を拭き取ったものがこちらですね。水気を拭き取ったものがこちらです。よく水気拭き取ってください。ではですね、フライパンに水気を拭き取ったナスを入れていきます。直接入れるんですね。直接入れちゃいます。そしてここでもう一つポイント2つ目です。その2です。油でコーティングしていきます。先に油を。そうなんです。油冷たい状態。そうです。この状態で。そうです、今油の量は大さじ2分の1程度なので、割と少なめ。そうですね、ナスって 100g に対して油で揚げた場合ってですね、だいたい大さじ1分の油を吸うんですよ。大さじ1程度の油を吸うので結構吸いますよね。カロリーも気になってきます。そうなんですよ、カロリーもかなり、違ってきますよ。結構まんべんなく絡めてあげて、これフライパンは今熱くない。冷たい状態です。常温の状態ですね。常温の状態で、なるほど。ではこれを、火にかけていきます。火の強さどのぐらいでしょうか。だいたい中火ぐらいですね。中火ぐらいで、でここでポイント3つ目。3つ目、蓋をして、で常温の状態で6、7分蒸し焼きをしていきます。蒸し焼きにするんですか。でコーティングして蒸し焼きをすることによって、追加の油もいらないですし、この蒸して水分によって柔らかくなる。なるほど。常温ってことは火はつけない。常温から火に火をつけます。だから温めておかない。あらかじめフライパンを温めておかない。最初温めておきますけども。最初から温めておくと油をすぐ吸っちゃうんですよね。そうなんですよ。では今日はお時間の関係上、もう火入れしたものなんですね。そうですね、火入れしたものなんですけれども、いい感じでツヤっとプリッとなってるの分かりますか。そうですね、あまり油吸いすぎることなく。そうなんですよ、でもだから大さじ2分の1で十分足りるということなんですよね。じゃあここでオクラを入れていきます。これナスを6分から7分火を通した後に入れていくということですね。そしてまた蒸し焼き。ここも蒸し焼きにしてあげるんですね。いいですね、やっぱりね、夏野菜これから暑くなってきますから、夏バテ防止にもいいですもんね。そうですね、では、今からですね、そぼろあん、甘酢そぼろあんを作っていきますね。では鶏ひき肉をご用意ください。鶏ひき肉です。そして醤油から。小田さん入れていっていただいていいですか。醤油、もう今日アシスタントでありがとうございます。そして酢。甘酢ですからね。酢が入るとさっぱり食べれますよね。それより影山さん、これ、そぼろに直接調味料入れていくんですね。いい質問です。だいたい火にかけた後に調味料入れていくと思うんですけど、このように、先に混ぜることによってそぼろ状になりやすい。プラスですね、しっとり仕上がるんですよ。だからね、これね、そぼろ作る時、そぼろあん作る時、ぜひこの方法でやっていただきたいなと思います。確かにもうその状態で結構そぼろになってますね。そうなんですよ。じゃあ、生姜のすりおろし生姜ですね。なるほど、こうすることでそのそぼろが固まりにくいってことですか。そうですね、そして片栗粉、これでとろっと仕上げていく感じですね。そうですね、ありがとうございます。あらかじめこのように混ぜていきます。
ゃあ水溶き片栗粉じゃなくてもう粉で入れちゃうのね。もう入れちゃうのことですね。入れちゃうの、はい、入れちゃうのね。入れちゃうの、はい、入れちゃいましょう。入れちゃってください。はい、はい、でオクラの、火入れ加減はもうお好みで、私は結構シャキッとしたのが好きなのでこの程度で入れていくんですけど、はい、お好みで入れてください。はい、そしてここで先ほどの、あ、いいですね、ここにあんを入れていくと、入れていきます。なるほど。で火入れしていきます。はい、そぼろですから割と早めに火も通りやすいですかね。はい、そうですね、うんうんうん、いい香りしてきた。そうですね、で全体的にちょっと混ぜて絡めながら火入れしていきましょう。はい、ね、このナスも、はい、あのほてった体を冷やす効果があったりだとか。そうですよね、オクラもね、はい、疲労回復の効果があったりとか、うん、もうこれからね本当にぴったりですね。そうですね、はい、そしてね、あのタンパク質が入ることによってあのより栄養価も高いですのでね、はい、あのこれ一つで十分なおかずになるかと思います。甘酢ですからね、食欲がない時でもすっといけそうですね。いいですよ、はい、夏場にすごくいいです。で、冬場とかこんなに酢っ気を欲せない時とかは酢を入れなければ、はい、普通の、あの、なんでしょう、甘辛い、あんかけになるので、なるほど、はいはい、それも楽しんで、あの年中楽しんでいただけるかなと思います。はい、で火入れはあのここに鶏ひき肉にしっかり火が入ればもう完成なんですね。はいはい、あ、でももうだいぶいい感じで、そうですね、いいんじゃないでしょうか。はい、はいはい、もういい匂いしますね。いい匂いしますね。はい、では盛り付けていきましょう。はい、わあ、美味しそう。もうこれ ね、ご飯にかけてあげて丼にしてあげても美味しいんじゃないですか。いいと思う。そう、ご飯にも合うし、はい、今からでした、そうめん、そうめん、そうそうそう、そうめんにも合うし、うどんもいいんじゃないですか。あ、沼田先生、そばも、あ、そばいいじゃん、そばいいかもしれない。沼田さん、目は、はい、そうですね、そうですね、沼津キッチンで、はい、はい、まずいポジションが、はい、はい、ではこれに薬味を乗せていきましょう。で、薬味はですね、はい、もうお好みのものでいいんですけど、はい、私はネギが好きなのでネギ入れるですけど、はい、まあ、夏場だったら大葉とかもね、いいでしょうね。いいですね、うん、はい、そしてこれ糸唐辛子、はい、まあ、これもしてもしなくてもいいんですけど、大人の方とかは本当に唐辛子、鷹の爪とか、はい、あの入れられてもね、美味しいじゃないかなと思います。より食欲が増しそうですね。そうですね、はい、はい、というわけで、茄子とオクラの甘酢そぼろあん完成です。この後スタジオで試食していきます。